分の高さまで上昇していきます。上記の左手に仙台の市街地が見えてきました。仙台市街地の奥に見えます人型のもの、白い人型については中山さんと、また仙台市街地の手前の方に見えるスタジアム、スタジアムです。そこに観覧車についても確認できます。当時の左前方近くに見える赤白点灯のある場所については陸上自衛隊の船体駐屯地です。川の河口周辺については、夕闇になります。